2枚のカードがあります。これはお二人のお客様の目の前に置いておきます。そして1組のカードがあります。このようにすでによく混ざっているんですが、さらにしっかりと決まっていきたいと思います。はい、そうしましたら、これからお二人のお客様にはこのように1枚ずつカードを取ってお渡しします。そのカードをあらかじめ置いてあったカードに残すか、もしくは捨てるか、これを全く自由に選択していっていただきたいと思います。数枚やっていきますので直感でお願いいたします。どうぞ。これで、残すカード、捨てるカード、それで決めていただく形になります。ちょっと確認しますと、カードはこのようによく混ざった状態です。そしてさらに、残すか捨てるかはお客様の自由にやっていただきました。こちらも当然このようにめちゃくちゃバラバラになっています。ではまずあらかじめ置いておいたカード、こちらをちょっとお見せしたいと思います。実はこれ男性のお客様、女性のお客様ですから、それぞれの性別のシンボルのカードを用意しました。男性のシンボル、女性のシンボルです。そしてトランプにも男性、女性、分け方があります。黒は男性を示していて、赤は女性を示しています。それでは残すと決めたカードを見ていきましょう。まずは男性のお客様、こちらは水面で黒いカード、そして女性のお客様、こちらは全て